カエンタケ、カエンタケ、カエンタケ、カエンタケは、ボタンタケもクボタンタケカトリコデルマ属に属する、死脳筋の一種である。猛毒。食べると死亡率が非常に高く、汁が手につくだけでも皮膚に炎症を起こすため触ることすら危険である。コ実体は、新生の小座の形態を取り、単一もしくは基部から2から3本ない四重、数本程度に分岐することがあり、 地表近くで枝分かれして、指状の分子が株立ち状をなし、あるいは髪型で分岐して厚みに富んだ景観状を呈する。基部付近における計10から15ミリメートル程度、各分子の小道は3から7ミリメートル程度、小実体全体の高さは10センチメートルを超えることもある。表面は肉眼的には平滑、ほぼ全体が全石色、基部付近は 淡大大色あるいは淡い黄色を帯びる場合があり、先端は時にやや白っぽい。乾燥時には濃い塩地色、またはやや黒ずんだ赤紫色になる。肉はやや硬くて、脆く、乾けば、コルク質となり、内部組織は白色で空気に触れても変色しない。皮膚以外のほぼ全面に、ほとんど完全に渦漏れた状態で、死の核を生じるが、不燃部分との境界は、 不明瞭である。死脳核は広大型で、個実体の表面にはほとんどを突出せず目立たない。死脳は円筒型で、先端はやや平ら、はじめ登場となり、8個の死脳胞子を1月に生じるが、成熟時には死脳内部で分裂して16個の二次胞子になる。側愛とは認められない。二次胞子はほとんど無色あるいはかすかに単行褐色を呈し、 一旦が平らな高大円形内子乱形。平らな面以外の表面は比較的荒いイボに覆われる。小実体の組織外装は厚さ50マイクロメートル程度で多角形で赤大色を呈する細胞群で構成されている。小座の内部組織は無色で壁が薄い菌糸で構成された絡み合い菌組織を成している。無償世代はグリオクラディウムビレンス型でフィアライドは 先端が細まったアンプル状をなし、主幹筋止から分岐した短い即死状筋止の先端部に密集て形成される。分生死は、累休憩、薄壁で、ほとんど平滑、またはかすかに、素面、一端がやや平ら、はじめ登場となり、単力色を呈する。ただし、分生死の色調は培養開始から長時間を経過すると、次第に単色となり、一年ほど培養したものではほぼ、 無色になるという。また、万葉下での鉱壁奉仕の形成は認められない。初夏から秋にかけ、紅葉樹、水なら小ならの立花木の根材や、半ば地中に渦漏れた倒木などから発生する。立花木の周囲に発生する場合、古実体の基部は、地中に走る樹木の枯れた太い根につながっている。分類学的位置から考えて、普及した木材を栄養源とするのではなく、 木材の中に生息している他の菌の菌種から栄養を得ている可能性がある口実。日本、中国、ジャワ島などに産する中央アメリカ、コスタリカからも極めて近い種、あるいは同一種かが報告されている。2019年、オーストラリアでも発見された。日本国内では、カシの長き食い虫によるブナカの樹木の腰霊、 いわゆる、ナラカレが増えており、これに伴って、カエンタケの発生例も普遍的なものになりつつ、あるという指摘ある。ただし、カシの長きくクイムシが、カエンタケを直接的に伝播しているものではない。致死量はわずか3ム、小実体の生重量程度と極めて強力である。日本では6例ほどの中毒事例が報告され、計10名の中毒患者が出ており、 そのうち2名は死亡している。また、触るだけでも皮膚がただれる。数ある、毒キノコの中でも、触れただけで皮膚から毒素が吸収されるものは、カエンタケのみとされる。接種後10分前後の短時間で症状が現れる。初期には消化器系の症状が強く、腹痛、嘔吐、水溶性下痢を呈する。その後、めまい、手足のしびれ、呼吸困難、言語障害。 白血球と血小板の症及び増血機能障害、全身の皮膚の微乱、肝不全、腎不全、呼吸器不全といった多彩な症状が現れ、致死率も高い。また回復しても、小脳の萎縮、言語障害、運動障害、あるいは脱毛や、皮膚の剥落などの後遺症が残ることがある。カビ毒、マイコトキシンとして知られている、トリコテセン類、ロリジン E、ベルカリン J、 無垢のマイシン B、サトラトキシン H 及びそのエステル類の計6種類が検出されている。これらの成分には皮膚刺激性もあるため手に取って観察するだけでも皮膚炎を起こす可能性がある。文星年間1818 18年から1830年の植物図鑑、本草図譜に大毒アリトイヘリトの記述があることから古くから中毒、 死亡事故が発生していたという。しかしながら、もともと発生量が少ないこともあり、大半のキノコ図鑑で、食毒不明もしくは、食不敵として扱われていた。そのため本種の毒性が外部に知られることはなく、極めて強い猛毒であることが知られるようになったのは、近年のことである。角竹は、より大行で、全体が開白色を呈する。さらに、日本からは、 エッチ大セネンセチャン、やエッチコルダセップスともに和妙な種などが知られている。いくつかの中毒例では外観がやや類似している食用キノコのベニナギナタタケやトウチュ虫ナツクサなどと誤って摂取されている。ベニナギナタタケは小実体が細い棒状で肉質が脆くて崩れやすくほとんど無味なのに対しカエンタケは硬い肉質で内部組織は白く苦味がある。 当中懐草の類では、その子実体の基部が、種樹の昆虫やクモ類の虫からだ、あるいは地下生の死亡菌、土岩後族の子実体などに連結するため、地、チューブまで丁寧に掘り上げれば誤認することは少ない。上述した類似種とともに、従来はツノタケ族に統合された。ボタンタケ族のキノコの多くは、枯れ木状に発生するが、実は、 枯れ木の内部に存在する他のキノコの菌種から栄養分を奪って生育する菌寄生菌であるという。また、明確に他の菌の個実体上に発生する種類として、キノガサヤドリタケが知られており、カエンタケ及びその類似種も、実は木材普及菌ではなく、他の菌の菌種から栄養を得ているのではないかと考えられている。なお2013年以降、無償世代と、 優勢世代で統一した学名を用いることになり、先、なけんの原則通り族へ移されることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。